でご紹介します。以上、気象情報でした。名古屋を連呼、外国人が配信する謎の名古屋ソングを発見。タイとかじゃないですか。スリランカ、スリランカ、ネパールの方と思います。誰が一体何を歌っているのか、名古屋の街を大捜索です。さあ、杉山探偵社、杉山探偵です。お願いします。何やら音楽が流れてますね、はい、先ほど。今回はですね、番組スタッフがたまたま YouTube で見つけてきた不思議な歌なんですね、はい。名古屋、名古屋ととにかくずっと連呼しているんですけれども、一体どこの国の言葉で何を歌っているのか意味はわからなくてですね、はい、この名古屋ソングの正体調べてみました。というわけで、まずは早速お聞きください。内容全くわからないんですけど、とりあえず名古屋、名古屋っていう風にですね、連呼してますね。こちらは YouTube にアップされている動画で、外国語に混じって名古屋というフレーズを連呼する謎のデュエットソング。デュエットなんですね。2番3番までありまして、およそ5分のこの曲、よーく聴いてみるとこんなフレーズも。名物や名所らしき歌詞も登場。名古屋をなんだかアピールしているようにも聞こえますが、一方ファニーはおかしい、滑稽なという意味で、もしかしたら名古屋がいじられている可能性も。この曲はですね、一体誰が歌っているのか、今回これを歌っている方をこれから探しに行きます。見つけてね。難しい。手がかりはこのジャケットらしきものに映っているお二人の人物、そして歌詞に登場する外国語。何でしょうこれ。というわけで街で聞き込み、そもそもこの曲どれくらい知られているのでしょうか。知らないです。知らないですか。聞いたことないない。初めて来ました。すごい名古屋推してるなって言ってと初めて聞くという人ばかり。それもそのはずなんですね。 YouTube での動画再生回数は1300回程度と、全くバズってない曲なんです。名古屋人のですね、知らないところで歌われているマイナーな名古屋ソング、一体どこの言葉だと思うか皆さんに聞いてみました。そう、それアラビア系か東南アジア系か。東南アジア、タイ。タイとかじゃないですよ。曲や文字の雰囲気から東南アジア、特にタイではという声が多く聞かれました。文字はね、でもそこで向かったのが東海テレビすぐそばのタイ料理のお店。事情を説明しまして、こちらでも訳を話して、早速動画を見てもらいます。ちょっとイントロが長いですね、すいません。コースランカ人ではないです。コースラン
イントロだけでスリランカではないと断言。なんでなんで？スリランカではなさそうですか。はい、そうです。はあ。イントロで。理由はですね、このジャケット写真。え、ここに秘密が？男女の顔からこれはスリランカ人ではないとすぐ分かったんですよ。顔か。これはじゃあどこの国の方が歌ってると思いますか？これ見てるともうネパールの方と思います。あ、なるほど。この写真を見ると、はい、顔の特徴などからこれはネパール人ではないかという点差。標高高いよ、うん。というわけで次に向かったのは、ああ、あったあったあった。ここです、ここ。本場インド、ネパール料理。ネパール料理店のオーナーさんに動画を見てもらうことに。ああ、分かった分かった。あ、もう分かったですか。ちんちん、あの、この子を知ってるからね。歌っている人を知ってる？まあ、まずこれ、知ってご存知？女の子が知ってます。女の子は何者なんですか？バンコの関係、はいはい、あの先生かな、うん、やったり、あとちょっとサイドビジネスかな、店をやってる。おうおうおう、この人に会いに行こうっていう企画なんですよ。それ、まあ、そんなに遠くないから会えるよ。あ、会えます、ね、会えるんですか？会える会える会えるし、踊って見せるし、何でも OK だよ。いや、踊ってもくれるんですか？くれると思うよ。ビンゴビンゴ。ジャケットの女性、ネパール人でした。おお。え、あの、学校の先生をしながらネパール料理店で働いている。うん、そう。すごい。今確認、あの、いらっしゃるかどうか確認してくださるということで。ねえ。いや、こんなになんか、ね、身近にというか、簡単にというか。完璧動揺しすぎ。びっくりしました。あの、夜に彼女が働くネパール料理店にやってくるというので、親切なオーナーがお店まで案内してくれたんです。できすぎじゃないですか。お店だ、本当だ、ネパールの。そうそうそう。はい、終わり。そして、この後、歌の女性とのご対面。歌ってるから。そう。おナマステ。さらに名古屋に住んでる人の、事情、本当のこと。この曲が生まれた意外な事情とは。換気扇の掃除は作ったんですか？これは今年の2月ぐらいに作りました。なぜなら、はい、一番コロナもね深刻になって、うん、もう日本とネパールの行き来ができない。手紙を送ってもね、郵便物も届かない。名古屋の魅力を伝えながら、あの、名古屋に住んでる人の、事情、本当のことを伝えたかったです。なるほど。なんか歌ってますよね。あの、セントラルパークとかも言ってませんでしょうか、うん、セントリアです。セントリア。今年2月、帰国が叶わないネパールに向け、名古屋の魅力を伝えたいと作ったこの歌。コロナ禍でなかなか会えない名古屋のネパール人男性と、本国にいるネパール人女性とのやりとりという設定で歌われました。それを踏まえてもう一度お聴きください。歌詞には名古屋の魅力を伝えるため名物や名所をところどころに入れ、より良いと英語も織り交ぜたんだそうです。ちなみに一緒に歌っている男性はこちらも名古屋在住のネパール人歌手。アスタさんがデュエットを持ちかけたんだそうです。というわけでアスタ・プラダールさん、どうぞ本家をそのままお願いします。名古屋、名古屋、アメリカ。
回目名古屋。そう。最近踊ってますね。ナナナナナちゃん、ムスハスラ、ビビクムスカン、ヘラマアウラ、今おちゅ名古屋、レッサーサンパニ名古屋、レッサーサンパニ名古屋。名古屋で見つかって、そうですね、もしかしたら海を越えるかもしれないかなと思ってたんですけれども、まあ、あの謎の名古屋ソング調べてみましたら、コロナでなかなかこう行き来ができないネパール人の方がですね、この名古屋の魅力をですね、本国の方に伝えるための歌だったわけなんですね。切ない心情ですね、本当に。ただあの歌詞をですね、よく見てみると本当によくできてるんですね、はい、あの男性が名古屋にいて女性がネパールにいるという設定のデュエットなんです。まず名古屋、名古屋においでよと男性が言うと、女性がいつ行けばいいのと、うん、そして男性が名古屋へようこそ、名古屋で会いましょう、中部国際空港まで迎えに行くよ、セントリアのラウンジであなたを待っている、ね、そうすると女性の方が、まあ、仕事仕事勉強勉強で一緒に過ごす時間ないじゃないですかというわけなんですね。切ない。なんかちょっとこのデュエットの感じがまたいいですよね。であのナナ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 ナってところありますよね、ナナちゃんのところ。そうです、そうです、ナナ、うん、ちゃんもありますし、あのいろんな名所が出てくるんですね。この男性の方から、あの手羽先も食べに行こう、名古屋城で自撮りしようという、まあ、名古屋の魅力を伝えます。そうすると今度女性が、まあ日本語わからないしやっぱりネパール恋しくなるわ、そうするともう一押し、今度は久屋大通りでショッピングしようよ、そしてトヨタの車で高速を走ろう。そこから女性の方がナナちゃんが出てきます。ナナナナナちゃんだってクスクス笑うでしょうと、うん、織り込まれて、じゃあ名古屋で楽しもうという、こういうエンディングなんです。なるほどね。いやでもなんかどこか盆踊りソング的な日本人のこのリズム感にも合う感じがしませんか。はい、あの自然と体が動きました。ちょっとあれネパールの雰囲気の踊りだそうなんですけれども、結構見よう見まねんですよ、踊れまして。はい。なんか皆さん集まってね、そうやってましたね。マサさんもこれ頭に残ったんじゃないですか。いや残りますね。あとすごいなと思ったのが、あのスリランカ料理店の店長の方ね、顔見て、これもネパール人だよって。なんかアジア系のね顔ですけど、そこまでわかんないすごいなと思いましたね。特徴があるみたいですね。であのこの歌が作られた時のですね、2月はですね、日本とネパールの直行便停止していたんですが、まあ、今年10月にまた再開。ただまあオミクロン株のこの感染拡大などでなかなか行き来が今後思うようにできないかもしれないんですが、 YouTube で興味ある方は調べてみてください。はい、いや音楽の楽しさが伝わりましたけれども、6時台も音楽です。ストリートピアノや路上ライブなど街づくりにもつながるストリート音楽、果たして名古屋にね